俺の名前は戸崎実。俺はある企業に勤める会社員だ。35歳という年齢もあり、上司も俺の出世を考えてくれていた。そのため、その日は出世をかけた重大な会議に出席しないとならなかったのだ。よし、会議資料もちゃんと入ってるし、今日はしっかりやらないとな。意気込んで家を出た。ところが駅へ向かう道すがら、車同士出会い頭にぶつかっていた。周りに人はいるものの、遠巻きに見ている人がほとんどで、中にはスマホを向けている人もいる。どちらの車の中にもドライバーがいる。俺は一台の車に駆け寄ると、中からドライバーを出そうとドアを開けようとした。そんな俺の行動に触発されたのか、別の男性ももう一台へと近づいた。そちらは難なくドアが開いたらしい。俺はそれを確認すると、さらに力を込めてドアを開けた。やっと開いたドアからドライバーの体が飛び出してきた。シートベルトを締めていなかったのか、それともぶつかってから外したのか。ドライバーは額から赤い血を流していた。俺は必死にドライバーを引っ張り出すと、歩道へと横たえた。ちょうどその頃、救急車が2台到着し、救急隊が俺に詳細を聞いてきた。俺はあるがままを話し、仕事に行こうとした。ところが、事故を目撃したのなら警察に話してほしいと言われ、これも義務だと、俺は会議に遅れることを覚悟で病院へとついて行ったのだった。すべてのことが終わり、やっと会社に到着した時には、会議は終わっていた。デスクに着くと、そこには、社長が呼んでいますというメモ。俺はすぐに社長室に向かった。戸崎です。失礼します。ドアをノックし、そう声をかけると、不機嫌そうな社長の声が聞こえてきた。入れ！社長、お呼びでしょうか？社長は苦そうな顔をして俺を見ると、口を開いた。何がお呼びでしょうかだ？今日の会議がどれほど重要なものだったか、君は分かっているのかね？すいません。もちろん分かっています。分かっていながら遅刻したのか？どれほどバカにしたら気が済むんだ？いえ、バカにだなんて。これには事情があるんです。ほう、事情があるか。どんな事情なのか聞かせてもらおうか。その事情とやらが、寝坊したなんてくだらないことだったら、首が飛ぶと思えよ。実は、来る途中で車同士の事故に遭いまして、人命救助することが最優先と思い、ドライバーを車から出していました。救急車が来たのでこれで仕事に行けると思ったのですが、救急隊の方から警察に話してほしいと言われ、それで会議に遅刻しました。それが必死に考えた言い訳かね？いえ、言い訳じゃなくて本当にそうなんです。これは事実です。そんなことがあるか？大体、大事な会議の前にタイミングよくそんな事故があってたまるか？ですが、本当なんです。それが本当だというのなら、どこで起こったのか言ってみろ！駅前の交差点です。ふん。駅前といってもたくさんあるじゃないかね。そんなあやふやな言いようで信じられるはずがないだろう。とは言われましても、一番大きな交差点としか。例えば、これは君の言う通り、本当に事故だったとしてもだ。どうして君が助けないとならない？え？今日が重要な会議だということは分かっていたはずだ。君の出世がかかっていたことも分かっていたはずだ。はい、もちろんです。君を押していたのは誰だね？社長です。そうだ、俺だ。社長の俺が君ならばと押していたというのに、会議の席に当事者が出てこないとは前代未聞だ。おかげで常務や専務から馬鹿にされたんだぞ。たかが人命のために。たかが？ああ、そうじゃないか。君は我が社の社員なんだ。それなのに重要な会議よりもわけもわからない、どこの馬の骨かもわからない男を助けたというのか？え？
社長、本気でおっしゃってるんですか？もちろん本気だ。そいつが社会のクズだったらどうするんだ。もしかしたら親のすねかじりのニート風情かもしれないじゃないか。だとしたら、お前はクズを助けて大事な会議をすっぽかしたことになるんだぞ。それは確かにそうですが。俺が言ってるのはそこだ。どうせ助けるなら自分にプラスになる人間を助けろ。どこの誰ともわからない奴を助けて鼻高々になるな。そんなものは自己満足というものだ。自己満足？ああ、自己満足だろう。社会の利益にもならないのに人命が大事だなどとケツの青いガキのようなことを言って全く意味がないんだよ。そんな。何がそんなだ。お前は会社員なんだぞ。会社員なら会社員らしく会社に貢献できることをしろ。すいません。それでそいつからは礼はもらったのか？え？すぐに緊急手術になって。それでも家族は駆けつけてきたんだろ？はい。ならば家族から礼をもらったんだろうな。俺は社長の顔をまじまじと見た。まさか家族が事故に遭って大変な時に礼なんて。どうしてそんなことが考えられるのか。なんだよ、礼ももらわなかったのかよ。まったく何の役にも立たないやつだな。でもパンフレットくらいは置いてきたんだろうな。せっかくのチャンスなんだから。チャンス？ああ、こういう時こそ家族にミネラルウォーターですよって。怪我を早く治すためにも我が社のミネラルウォーターを使ってくださいってな。売り込み方はいくらでもあるだろうが。家族が怪我をして手術という時にそんなことできませんよ。ならば連絡先は？連絡先？あ、いえ、聞いていません。それも聞いていないのか。どうしようもないクズだな。まさかチャンスを棒に振るようなクズだとは思わなかった。チャンスというのはどういうことですか？いいか、相手家族はお前に恩があるんだ。我が社のミネラルウォーターを売り込んだら恩を感じているんだから、それくらい契約してくれるだろうよ。恩がないところに売り込むのは大変だが、恩があれば売り込みもたやすいだろうが。だからチャンスだと言ってるんだ。そんな、僕にはそんなこと、人の弱みにつけ込むような営業はできませんよ。そのくらいのことができなくてどうして営業だと言えるんだ。俺はお前がそのくらいできると踏んだから今回だってお前を推薦したんだぞ。それなのにこんな機転も聞かないとは、全く見かけ倒しだ。見かけ倒し？社長は俺をどんな男だと思っていたんですか？俺は人の弱みにつけ込んで営業してきたわけじゃありません。誠心誠意、我が社のミネラルウォーターがいいと思うから、今まで頑張ってきたんです。それなのに、そんな売り込み方なんて。何を青臭いことを抜かしてるんだ。お前がそんなに甘っちょろい奴だとは思わんかった。お前はクビだ。どうせ今回の人命救助なんてのも嘘だろ。嘘つきがクビだ。まさか人命を優先したことでクビになるとは思わなかった。それでも下請けが俺を引き取ってくれたので無職にはならなかったものの、これで出世の道は完全に断たれたことになる。つまり定年を迎えるまで未来はないということだ。はぁ、やる気が出ないなぁ。さすがに下請けに落ちた俺としてはやる気なんてまるでないが、下請けの社員たちにそんなことを言えるはずもない。ひたすら笑顔で過ごすしかない俺だったが、誰もが哀れんでいたような気がする。そんな時、俺の前に一台のピカピカと光る黒塗りの車が止まった。どこかのお偉いさんか？俺は死んだ魚のような目で、生きてる限り乗ることもないであろう黒い高級車を見つめていた。すると車のドアが開き、中からあの時助けた青年と中年の男性が降りてきた。しかも運転手がうやうやしくドアを開けているのだから驚きだ。金持ちの親子か。
俺には全く関係のない人たちだと思いながら、それでもこんな人生を歩いている人もいるんだなと眺めていた。すると中年の男性が俺に声をかけてきた。あんたが戸崎さんですね。戸崎実さん。え、あ、はい、そうですが。まさか俺に声をかけてくるなんて思ってもいなかっただけに、驚きが先に立ち、しどろもどろの返事となってしまった。すると二人は俺に丁寧に頭を下げてきたのだった。先日は息子を助けてくださり、ありがとうございました。え？私はあんたに助けてもらった、大鳥啓太の父、大鳥組組長です。大鳥組？頭の中に、ヤクザという言葉がひらめいた。まさかあの事故車のドライバーが、大鳥組の息子だったとは。確か、大学生だったかと。はい、その通りです。無茶な運転をしていたわけでもないのに、ハンドル操作を間違ったようでして、面目ありません。ありがとうございました。元気になられたようでよかったです。はい、おかげさまで。あんたが助け出してくれなかったら、手遅れになっていたかもしれない。医者にそう言われました。あ、いえ、当然のことをしたまでです。ところで、警察に聞いた時には、職場はここではなかったと思いますが。あ、ははは。実は、クビになったんです。それで、下請けの社長が俺を引き取ってくれたんですよ。ああ、向こうの社長さんに聞きましたよ。あの日は出世をかけた大事な会議があったとか、息子を助けたことで、その会議に遅刻してクビになったと。まあ、そんなところです。重ね重ね申し訳ない。息子を助けなければ、クビにはならなかったでしょうに。とはいえ助けてもらわなかったら、息子は今もベッドの上だった。人命を優先するのは当然のことです。人命よりも会議を優先しろというあの会社がおかしいんです。ところで、仕事は終わりですか？ええ。今日はもう終わって帰ろうかと思っています。それならちょうどいい。あの時の礼をさせてはもらえませんか？え、あ、いや、そんな礼には及びませんから。そう言わずに、こちらの気も済みませんから。さすがにヤクザと一緒に食事というのは気が重いと思われた。しかもヤクザと関わりがあるとなれば、社会的地位の問題もある。だが、今さら何を怖がることがあるのだろうか。社会的地位なんて俺にはないに等しいのだ。俺はこんな状況になってもまだ、社会的地位なんてものにしがみついている自分がおかしく思えた。そうですか。では、遠慮なくご馳走になることにします。よかった。じゃあ、行きつけの店がありますんで、ご一緒に。そう言うと、運転手が車のドアを開けてくれた。行きつけの店と聞き、俺の頭の中には大衆居酒屋が浮かんでいたのだが、到着してみるとそこは、俺なんかが足を踏み入れてはいけないような、超高級割烹の店だった。予約を入れていたのか、おかみはお待ちしておりましたと丁寧に頭を下げ、俺たちを奥の部屋へと案内してくれた。さすがはヤクザの組長だな。組長、息子のケイタさん。俺と続き、俺の後ろから黒スーツの男が入ってきた。だがスーツの男は室内に入ると、隅の方に正座をして座り込み、微動だにしない。ずっとあの姿勢でいたら足が痺れるだろうな。これがヤクザの世界なのか。料理がテーブルに並べられると、あまりの豪華さに目がくらんだ。その上口当たりの柔らかい酒ときている。これはすごいけど、この後怖い兄さんたちが出てきて、食べたんだから500万払え、とか言われるパターンじゃないよな。そんなことを考えていた。さあ、遠慮なく食ってください。これは俺からのほんの気持ちですから。こんなにしていただいて申し訳ないです。せっかくですから、堪能させていただきます。
ここまで来て怖いから帰るなんて言えるはずがない。そんなことを言ったら逆効果だろう。そう思った俺はどうとでもなれと箸を持つと料理に口をつけた。うまい！こんなうまい料理なんて一生に一度食べられるかどうかだ！思わず本音が出て組長の笑いを誘ってしまった。これはやっちまったかなと思ったが、これが逆に良かったようで、場がだいぶ和んだのだった。しばらく酒を交わし、お互いのことを軽く話していると、俺の仕事のことを聞かれ始めた。あんたが今勤めてる会社は、前の会社の下請けだと言っていたね。はい、そうです。その会社はやりがいがあるのかい？あ、いえ。本音を言えばそんなことはありません。小さな会社でアットホームだし、社長もいい人です。俺のような元請け企業から流れたものでもみんな嫌な顔せずに受け入れてくれます。ですが人間関係は良くてもやりがいは感じられません。なるほどな。ということはもっとでかい仕事がしたいのかい？そうですね、できればやりたいところです。それは自分で起業するってことか？確かに会社をクビになった時はこんなことなら起業したいと思いました。ですが所詮はしがないサラリーマンでしたから起業する資金がありません。だから組織の中でもやりがいのあるでかい仕事ができたらと。まあ今さら無理ですけどね。俺は自嘲気味に笑ってみせた。なるほどな。確かに金がないと何も始まりやしないな。ならばどうだ、俺がその金を出してやるからビジネスしてみねえか？え？実はな、俺がやっている会社があるんだが、そこで新事業を立ち上げようと思ってるんだ。だからできる人間が欲しいんだが、なかなかそんな人材に出会えねえ。そんな時に自分の出世を売っちゃっても人命を助けたあんたを思い出したんだ。俺が求めているのはそういう人材だ。自分のことも大事だが、人を助けることに尽力できる人材だ。申し訳ねえが、あんたのことは調べさせてもらった。年齢35歳、女房も子供もいる。つまり守るものがあるってこったな。今までの功績も調べたが、大したもんだと思った。あんたならきっとやってくれると思ったんだが、どうだ、手伝っちゃくれねえか？あまりにも突然のことに、どう返事をしていいのかわからなかった。ヤクザが立ち上げる企業なんて、ろくでもないような気がしたし、今の仕事を辞めて組長の手伝いをして、その後はどうなるのか。最悪俺が使い物にならなかったら、闇に放り込まれるのか。そんなことになれば残された家族は。給料は前の会社の倍だそう。ええ！うまいこと軌道に乗せてくれたら、その時は給料も上げてやる。もちろん、それだけ会社に利益をもたらしてくれねえとならねえが。だがやりがいはあるはずだ。それにヤクザがやっている会社とは言っても、俺は手が後ろに回るようなアコギな商売はしねえ。あくまでもまともな仕事だ。子供に背中を見せられねえような、そんなことは絶対にねえや。だから安心して飛び込んできてくれて大丈夫だ。俺は組長の話を聞いてるうちに、だんだんと気持ちが動き出していた。自分で事業ができるのならば、それはどれほどやりがいがあることか。一生涯に一度でも、そんなでかい仕事ができるなら、これは男冥利に尽きるというものだ。わかりました。俺でよければ、組長のためにも頑張りたいと思います。よく言ってくれた。こうして俺と組長は固く握手を交わし、新たな出会いに感謝したのだった。その後すぐ、俺は退職届と書いた封筒を社長に出した。もちろん社長は驚いていたが、ここまでの流れを説明すると喜んでくれた。さらに、何か手伝えることがあったらいつでも言ってくれと嬉しい言葉までもらって、俺は退職したのだった。新しい会社は組長の会社の一角を使わせてもらうこととなった。
そこで新事業がスタートするわけだ。社内にはいかつい男たちがたくさんいるのかと思ったら、ごく普通の会社という感じでクリーンなイメージだった。時折会長という名の組長がやってくるが、社長は堅気の人間だった。こうしてスタートした新規事業は、他部署から回されてきた社員と、俺の4人で順調な滑り出しを切った。熱のこもった会議が繰り返され、部下の誰もがやる気に満ちていた。それから半年のことだ。俺は組長に呼ばれた。だいぶいい感じのようだね。俺が思った通り、あんたは大したもんだ。いえ、部下のみんなが頑張ってくれたおかげです。そこだよな。そうやって部下を思いやれるからこそ下も動くんだ。上が偉そうにふんぞり返ったら、動くものも動きやしねえや。ところでな、あんたの事業をもっとでかくしようと思うんだ。もっと大きくですか？ああ、これが成功すれば、かなり、いや、一気に業界トップに躍り出ることができる。何でしょうか？あんたが働いていた菊池物産だが、あの会社を買収してほしい。え？菊池物産は業界でもトップクラスだ。それをうちがもらえば、うちの会社は実質業界トップになる。あんたは菊池物産の社長になるということだ。本気ですか？ああ、本気だ。何よりも人命を第一に考えず、人命を優先した社員の首を切ったあの社長は許せんのさ。俺はこうなる日を待っていたんだ。どうだ、あんたの復讐も兼ねて、あの会社を買収してくれねえか。組長にそう言われて、俺は納得した。この仕事について組長という人が徐々に分かり出してきたが、分かれば分かるほど情に熱い人だと思った。そんな組長が俺のため、また人命を軽んじた社長に復讐するために、企業買収を企てているわけだ。俺はにやりと笑うと、もちろんです。うちが乗っ取ってやりますよ。と、力強く返事をした。早速企業買収のため、菊池物産の現状把握に入った。ところが調べてみると、菊池物産の実情はひどいもので、業績は俺が辞めてから右肩下がり。下請け会社への支払いも滞り、このままの状態ならば、一年生存できるかどうかというところだった。これなら安く叩けると思った俺は、資料の入ったカバンを手にすると、菊池物産の社長室を訪れていた。お久しぶりですね。え、大鳥物産の戸崎社長。お会いしたことがありましたかな。お忘れですか。これは残念ですね。私はこの会社で働いていたんですがね。え？一年ほど前に出世をかけた会議に遅刻して解雇されましたよ。社長直々にね。まさか人命を助けたのに解雇されるとは思いませんでしたが、今はこうして大鳥物産の社長だ。あなたには感謝してますよ。そう、そんなこともありましたか。それで、今日はどのような？単刀直入にお話ししますが、我が社にこの会社を売ってください。え？驚かれるのも無理はない。ですが、御社を調べさせていただきましたが、このまま行けば、一年以内に潰れることは目に見えている。ならば、今のうちに売った方があなた自身のためにもなれば、会社のためにもなる。うん。売りたくないという気持ちもわかります。何せあなたが一代でここまでにした会社だ。ですが、このまま悪化するのを見ていたらどうなるか。その頃にはどの企業も欲しいとは言わないでしょうね。今でさえ欲しい企業はないでしょう。それでもまだ業界トップだと見せかけることができているんだ。今なら3億出しましょう。3億。この会社の負債は30億です。
その30億は全部我が社で引き受けます。どうです？あなたは3億を手にして30億の負債から逃げることができるんですよ。その3億で好きなように余生をエンジョイすることもできれば、この会社に残ることもできます。え？俺はこの会社に残してもらえるんですか？ええ、そのつもりです。俺は人を切るような冷たいやり方はしません。あなたには代表取締役を降りていただきますが、平野取締役として残っていただきたいと思っています。給料は？もちろんこの会社規約通りにお支払いしますよ。そういうことなら、では契約といきましょうか。俺はそう言うと、契約締結に向けて動き出した。それにしても自分のことは心配しても、残った社員のことは何も心配しないんだな。今まで会社を盛り立ててくれた社員だっていうのに、まったく、なんてやつなんだ。だが実のところ、俺が菊池を取締役として残したのには、それなりの計画があったからだ。というのも、人を何とも思っていないような奴に、ただ3億を握らせて、平和な生活をさせたのでは、腹の虫が収まらないと思ったからだ。菊池、お前の地獄はこれからだ。俺は喜び契約書にサインしている菊池を見て、心の中でそうつぶやいていた。それから3ヶ月後、大きな案件が発生した。俺はあまりに大きな案件のため、それを菊池にやらせることにした。私がですか？ああ、社長をやってたくらいのあんただ。誰よりもきっちりと責任持ってやってくれるだろう。もちろんですよ、お任せください。菊池はそう言って自分の胸を叩いた。ところが菊池は俺が思っていた通り大きなミスをしてくれたのだった。俺は菊池を呼ぶと怒鳴り続けた。お前は何をしているんだ？自分に任せると言っただろうが。すみません、こんなことになるとは思ってもいなかったもので。何が起こるかなんてわからないからこそ十分な下準備が必要なんだろうが、そんなこともわからないのか？そう怒ると菊池は小さくなり、申し訳ないと繰り返していた。だがこのミスこそが菊池を陥れる罠だったのだ。俺は組長と相談し、組員の力を借りると、菊池を陥れるための罠を張り巡らせた。おかげで菊池は見事にミスしてくれたのだった。あんたのおかげで、この会社の信用はガタ落ちだ！30億の負債があるというのに、どうするつもりなんだ？あんたが払うのか？いえ、さすがに30億なんて、個人で払える額じゃありませんから。だったらどう責任を取るつもりだ？私にできることなら何でもいたします。ですから、どうかお許しください。そうかい。そういう覚悟があるんだな。はい、もちろんです。できる限りの努力をいたしまして、このミスは必ず取り返しますので。だったら、あんたはうちの別の企業を手伝ってもらう。あんたのような無能な人間は、うちの会社にはいらないんでね。クビだよ。え、クビ？そんな、戸崎社長、クビは勘弁してください。構やしないだろ。何せちゃんと別の企業を紹介するんだからね。そこで一からやり直すんだな。そんな。こうして菊池物産を解雇された菊池は、別企業とはいえ、大鳥組の裏稼業へと落とされていった。だが、当の本人はそれが裏稼業だとは知らず、どんなことをさせられるのかと戦々恐々としていたようだ。ところがいざ出社してみると、そこはこわもての兄さんたちばかりだ。さらには言いつけられる仕事は危ないものばかり。これではやっていけないと、菊池は退職届を出したらしいが、そんなものが受理されることはなかった。落とされながら仕事を続けた結果、思った通りに
警察のご厄介となってしまったのだった。警察に捕まった菊池は、どうして自分がこんな仕事をしているのか、どうしてこうなったのかと、こと細かく説明した。その中には俺の名前も、菊池物産の名前もあったそうだ。だが菊池の証言くらいで、警察が動くはずはなく、逆に名誉毀損で訴えられるという二重苦となり、現在は塀の中で怖い兄さんたちのおもちゃとしていいように遊ばれているそうだ。どうして菊池が自白しながらも警察が動かなかったのか。そこには大取組組長という大きな後ろ盾があるからなのだが、菊池はそんなものがあることを全く教えられていなかったという。菊池物産を吸収合併してみると、社内の中に問題が多いことが分かった。いくら不要な人間を切ったところで、社内の空気を変えることはできないのかと痛感した。俺がいた頃はここまでじゃなかったのに。そう思った俺は組長に相談し、菊池物産の一大改革をすることにした。一体何をする気なんだ？ちょっと考えがあります。俺はそれだけ言うと、菊池物産の改革を決行した。それからは目まぐるしい日々が続いた。社員からの聞き取り調査や、職場の改善などあらゆることに挑戦し、会社を変えていったのだ。すると、不思議なことに業績はどんどん右肩上がりとなっていった。ある時組長に言われた。よ、土崎さんよ。随分と業績が上がっているが、お前、一体何をやったんだ？そうですね。風通しを良くして、個人個人をちゃんと評価しました。なるほどね。それだけか。あとは上司ですね。一番教育したのは、上司が偉そうにしてパワハラなんかしていたら部下はやる気がなくなりますから、俺はそれを正しました。部下の気持ちを理解して部下のやる気を出すこと、それが一番必要なことだと思ったもんで。なるほど。それでみんなのバイタリティが上がって業績が上がったか。こいつは面白いや。おい、戸崎さん。お前、新事業に就かねえか？え？今度は何を？コンサルティングだ。会社の風通しが悪くて、業績が上がらねえ会社はたくさんあるわけだ。あんたなら、そういう会社を立て直すことができるだろう。こうして俺は、また新たな事情へと足を踏み入れたのだった。ご覧いただきありがとうございました。あなたからのコメントお待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。